昔話語るより今をフィクションか響くレクションだ。その物語の全て主演署名舞台筋書き君だけの人生を上映させよう。つまらないことで悩むならくだらないことで笑おうか。二つの上がらない夜ほど映写機はより強い世界がどうなっている。
か梅雨も終了しのない私を見つめ返す覗き穴私が誰だか知っているのでしょう視界が荒れるほどあなたが次第に遠くなってゆくねえ最後の最後でそっと抱きしめてもう全部見せるから宝が詰まって見えるその箱を開けてしまってって気づいたの溢れる愛情で溺れた
「そこにいたかも」
게 Thank you.
言った。
逃げてく足早な